なんや札の旦那方えらい怖い顔して患者ら怖がっとんで俺に用やろはぁ <laughs> 脱獄で捕まんのはこれで二回目やな話が早くて助かるな 釈量の余地はある冴島大がおとなしくしろよジタバタする気なんかあらへん <noise> ちっくそな,なんで兄弟ばっかりこんな目に遭うんやええんやあとのことは頼んだで兄弟 お前らが登場会でごとごとの後始末しとる間俺は無所で楽させてもらうそれから桐生一馬の病室はそこだなな、何やと警視庁のものですどうかそのままで桐生一馬を 神室町での暴行傷害並びに器物破損の容疑で逮捕します。